こんばんは、三輪忍です。問題は、この事件の真相は何かでしたが、回答は、解離性同一障害。解離性同一障害。ええ、俗に言う多重人格ってやつです。あいつがそうだっていうのか。ええ、少なくとも家族と親友の高志はそのことを知っていたようです。そのこと、あいつ本人は、自覚していません。高校の時、ひどいいじめに遭い、それが症状を悪化させる一因だったようなんですが、その人格っていうのが、女。ええ、その時本人はミリーと名乗っていたようです。性別を超えるほど、全く違う自分になりたかったってわけか。もう一つ報告が。もう一人いるんだろ？はい、その通りです。でもなぜ？多重人格ってのは心の防衛本能だよ。自分では受け止められないストレスや葛藤を押し付けるためにもう一人の自分を作り出すんだ。そいつが人を殺してしまうほどストレスを溜めちまってたら意味がない。ミリーのストレスを代わりに受け止める渡るではないもう一人がいるはずだよ。高志は渡るのことをひどいいじめから救っています。渡るはそのことをずっと恩に感じていたようです。それはミリーも同じなんだろうよ。ただし、そこで生まれたのは友情ではなく恋愛感情だった。そんなところか。しかし、人格は女でもミリーの体は男です。高志と親友として友情を育むことはできても、女としては。その決して満たされない思いから生まれたのが三人目のやつだな。老警部は再びくるりと取調室の中を振り返ると、渡るの目をじっと見つめ、頭をかきながらこうつぶやいた。どうやら他にも話を聞かにゃならんようだな。もう散々話したじゃないですか。他の話じゃねえよ。他の奴に話を聞くんだよ。そうです。高志さんを殺したのは間違いなく私です。話したいことがあると、高志さんを散歩に誘って裏山まで。今でもはっきりとこの手で石を振り下ろした時の感触を覚えています。ショックのあまりその後のことは。ああ、そうだよ。死体を裏山に埋めたのは俺さ、とんだ重労働だったよ。おかげであちこち体が痛くてしょうがねえや。俺が気がついた時には体中血まみれでよ。ああ、ミリーのやつとんでもないことしやがったってすぐに状況を理解したぜ。後始末は全部俺の仕事さ。あの女、嫌なことは何でも俺に押し付けるのさ。ほんと腹の立つ女だぜ。渡はその録音テープを聞き、呆然としていた。これが僕ですか？ああ、お前だ。これが僕？お前だよ。これは全部お前だよ。僕じゃない。僕じゃない。僕は、やっていない。そう叫ぶ声が取調室に響き渡る。老警部に睨みつけられ、目をそらした渡の視線の先には、鏡に映る渡自身の姿があった。あれ？こいつは、一体、誰だ？別の一人が生まれるのも、そう遠いことではないのかもしれなかった。いかがだったでしょうか？それではまた次の問題でお会いしましょう。お相手は、三輪忍でした。おやすみなさい。